勝手に作られた上にその力を押さえつけられている。アーマードミュウツーしかり、人の手によって無理やり闇落ちさせられているポケモンの闇が深すぎるので紹介します。メタグラードン。映画の七夜の願い星ジラーチに登場する。ジラーチの力を使いグラードン復活させようとして失敗し、結果ダイダラボッチのような何かとなったのがメタグラードン。グラードンの数十倍の体育に加え、触手のようなものを使い生物のエネルギーを吸収するという化け物。映画ポスターには普通のグラードンしか書いてないのに、映画の中では普通のグラードン出ないの闇すぎだろ。シャドウポケモン。ポケモン GO に登場するロケット団に改造されたポケモン。本来トレーナーが解放して助けてあげるらしいけど、シャドウポケモンの方が火力があって強いってことで、プレイヤー側がそのまま利用しているらしい。やってることロケット団と変わらないよー。ダークポケモン。ポケモン XD に登場する悪の組織シャドウによって改造されたポケモン。名前が付けられず、レベルも上げることができないなど、結構かわいそうなことになってる。ダークポケモンとさせられた影響か、特殊な技を覚えたポケモンが多数存在する。ポケモンを解放するためじゃなく、特殊な技のためだけに捕まえられててかわいそう。あれ、トレーナーもみんな闇落ちポケモン利用してない？